早稲田大学の過去問です。図を見てください。これは摩擦のない水平面です。で、同じバネが、バネ定数が K です。自然長がどれも L です。同じバネが3つあります。で、このようにして A という重りと B という重りをつけます。どちらもスモール M という重りです。質量がスモール M ですね。で、まず1番の問題ですけれども、 B に外力を加えて2、この重りを右に D だけに変異させました。その時にこの A は右に引っ張りますから、やはり右ですね。右にどれだけ変異するかという問題です。またその時にこの B に加えている外力の大きさはいくらかという2つの問題です。 B に外力を加えて D だけ縮めたということですね。で、その時にその右、 A は右にどれだけ変異するかと聞いていますから、これを未知数 X とします。 X だけ変異したと。ですからこのバネですね、このバネは結局 D 伸びて、 D だけ伸びて X だけ縮んでいますから、結局 D-X だけ伸びたということ形になりますね。で、こちらのバネは D だけ縮んでいます。で、こちらのバネは X だけ伸びています。こういう状況ですね。ですからここで A について考えてみます。ここの A に働いている力はどういう力になるか、 X だけ、これだけこのバネは D-X 伸びています、こちらは X 伸びていますから、結局この A という重りにはどういう力が働いているか、弾性力が働いていますね。 A という重りにはこちら D-X 伸びていますから、このバネによって右の方に KD-X という弾性力を受けています。で、この A はこちらのバネによって X だけ伸びていますから、逆にその反作用として A はこのバネによってこういう KX という力、弾性力で引っ張られています。で、これは A というものは動いていませんから釣り合っていると。ですから等しいということですね。 KD-X とKX が等しいという。で、K と K が除きますから、D-X が X ですね。移行します。2X です。D です。ですから、この伸びは、変異は2分の D だということが言えますね。2分の D だけ変異しているということです。次に、この B に加えている外力の大きさを求めてみます。この B は、こちらに D だけ変異させましたね。その時にその外力の大きさによって変異させています。これを F とします。で、その時に外力とこのバネによる弾性力ですね、2つのバネによる弾性力があります。 D だけ縮めていますから、この重りにはその弾性力が逆向きに KD ですね、 DKD という働きの弾性力を受けます。で、こちらのバネはこの D-X 伸びていますから、逆にこちらの方向に KD-X で引っ張られていますね。ですからその外力の大きさとこの弾性力は、この2つにバネによる弾性力は等しいですから、結局 F はこれとこれ足したものですね。 K の D-X と KD です、つまり K の 2D-X ですね。で、X を先ほど求めました。この A の伸びですね、X は2分の D でした。ですから F は結局ここ2分の D になります。 2D マイナスの2分の D です。で、これは2分の4で2分の 3D になりますから、2分の3の KD になりますね。ですからこの外力の差はこういう式になります。括弧2番の問題です。B をはじめの位置、ここですね、ここの位置に、この位置に固定したまま A に外力を加えて D の変異、どちらでもいいですね、右でも左でもいいわけですけれども、 D の変異を与えてから静かに離します。その時のまず1番ですね、 A の振動の周期を求めなさいという問題です。もう一つはその時に A が振動しますけれども、その初めの位置ですね、ここですね、を通る時の速さを求めようという問題です。この A の変異は D と右とか左とか言っていませんけれども、まず右に変異した時のを考えます。この A がこちらですね、 B を固定していますから、
これをこちら D だけ変異したときはこのバネが縮みます。 D だけ縮んでいますから逆にこの A は逆方向に KD という弾性力を受けます。でこちらは伸びています。同じく D だけ伸びていますから同じく伸びていますから逆にこうマイナス KD という力ですね、弾性力を受けています。2種類のバネによってマイナス KD が2つありますから結局合計トータルマイナス 2KD というこの力を D だけ変異したときはこの重りは受けます。でこれはマイナスのこの復元力ですね、一般に F これマイナス KX で表しますから復元力この K はマイナス 2K に相当しますね。で振動周期は 2π ルート K 分の M ですからここのバネ定数のところが 2K になるだけですね。結局このバネの A の振動周期はこのようになるわけですね。で逆に今右に変異して場合を考えましたが左に変異した場合ですね、左に変異して反対を離す場合を考えても同じことを言います。この左に変異した場合はこちらが縮んでいますからこう逆方向に K マイナス KD という力でこちら伸びていますから逆にやはり同じくマイナス KD ですね。結局同じになります。振動周期も右に変異しようが左に変異して静かに離す方が振動周期はともにこういう式になります。この場合は即答した形ですけれども もう少しこのその訳を言いますと一般にその単振動の場合の復元力の式はマイナス KX になりますね。で K とは何かというと M オメガ乗で表せます。でここでの場合では D だけ変異した場合ですね、このここでの点においてはマイナス 2KD という式で表されます。でマイナス M オメガ乗 D ですね、同じく D の変異した時ですから M オメガ乗は 2K に相当します。ですからオメガ乗は M 分の 2K になりますね。オメガというものは T 分の 2π で表されます。その2乗は M 分の 2K で T 分の 2π というのはルートですね。こういう式になります。でこれとこれ逆数を取りました。で逆になります。ですから T は周期は T は 2π ルート 2K 分の M になります。つまりこういう式になりますね。で A というものはこういう振動周期で振動しますけれども、この時の初めの位置ですね、真ん中を通る時、つまりここですね、ここに通る、こういう振動していますが、ここの通る時の速さというものは、これが A 運動と考えると、A 運動と考えると、このちょうど半径の、この振徳の A オメガですね、A オメガに相当します。D オメガに相当しますから、ですから、この速さのマックス、最大値は D オメガだ。ですから D というのは今ここですね、 D は振幅になります。オメガというのはここで言うとこれですね、オメガルート M 分の 2K になります。ですから D のルート M 分の 2K と、これが答えになるわけですね。これも即答したような形ですが、もう少しその訳を詳しくして、考えてみます。A はこの D という振幅でもって単振動していますけれども、ここで力学的エネルギー保存則を使います。でここでは単振動の位置エネルギーが0ですね。ここは最大幅ですから単振動の位置エネルギーがここで最大になって瞬間0止まっていますから運動エネルギーが0です。ですから力学的エネルギー保存則でこことここのエネルギーが一致しているということですね。でここでは2分運動エネルギーだけです。でここでは単振動の位置エネルギーだけですね。この 2K これはここから来ています。このマイナス KX の K が 2K に相当しますからバネ定数が 2K と考えられます。ですから 2K の D 事情だと。でこれから2分の1と2分の1が消えて V 事情を出しますと M の 2KD 事情になります。でこれルートですね、 D のルート M の 2K になります。同じになりますね。